働くおじさん。ペンネーム、耳かき大好き。同じ番組、百遍地獄の巻。おじさんの仕事は何？カラオケ屋さんでお客さんが帰った部屋を清掃して、次のお客さんが入れるようにする仕事だよ。辛いことは何？週末はお客さんの出入りが激しくて、常に どこかしらの部屋を清掃しているような状態なんだ。その時、カラオケモニターから流れるカラオケチャンネルからの宣伝を聞き続けることになるんだけど、リピートをされてるから何度も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 同じ番組を聞かされるのがきついね。嬉しいことは何？ダムの宣伝 MC がマリエから関根マリちゃんに変わった時は嬉しかったね。清掃のストレスが半減したよ。おじさんありがとうございました。カラオケボックスのバイト大変そうだよね。もうさ、こっちもこっちで嫌だけどさ、その一番その歌の佳境っていう時にさ、みんなどうしてる？もう一番この歌の一番歌いたい時にドリンク入ってきちゃったりとかするじゃん。あの時ってどうしてんのみんな。俺はもう目を見て歌うっていうのに決めたんだよね。なんかわかんないけど、やめちゃって、その全部ドリンク行くの待って、なんか、ああ、せっかくあそこまで我慢したのにな、みたいになっちゃうのも、なんか不完全燃焼感も嫌だし、もう一回入れるっていうのも、そんなに歌いたかったんだっていうのも嫌じゃないですか。だからもう目を見て歌い続ける。むしろ聞かせようと思って一生懸命、もうその自分の中の世界に入って歌ってやろうと思うんですけど、あれ来る側も来る側で、うわーいいとこ入っちゃったなって思ったりするんだろうね。あとその、一人で歌ってる人とか、二人で、その二人で入って二人でデュエット曲歌ってるとことか、パーティーのとこだ、いろんなとこに入ってくるわけじゃん。そうするとね、働くおじさん、カラオケで働くおじさんたち、いろんな苦労とかいろんなの見てると思いますよね。だって逆に自分たちがやらかした側のことをおじさんたちは処理してるからね。昔みんなで番組の打ち上げに行って、帰ってきたら一人足りなくて、で、そいつに後日話を聞いたら、次の日話を聞いたら、ソファーみたいのの裏側に落っこって寝ちゃってたから、次の人たちがもう入っちゃってる時に気づいたと。で、パッて出たら全然知らない人たちが歌歌ってて、大騒ぎになって相当怒られたっていう。で、そいつは見っかんなかったパターンだけど、おじさんがそれを見っけるパターンも絶対ある、隠しキャラを見っけて点入っちゃう時もあるわけでしょ。スコアが上がっちゃう時も。そういう時とかどうしてんのかなと思って。なんかあと、揉め事の種じゃん、ああいうのって。こっちがしょうがねえなで住んでるけど、これ若いとしょうがねえで住まねえよな、みたいな。なんかさ、大騒ぎんとこ歌ってたり、大騒ぎになってるところだからさ、気ぃ利かしていろんなもん注文しすぎてさ、びっくりするような量来たりとかするじゃん。ああいう時にその場で揉められても困ったりとか、多分、カラオケで働くおじさんは相当あると思いますわ。じゃ続いてこちらです。ペンネーム、腰抜け。畑を守れ、イノシカトラップの巻。おじさんの仕事は何？畑を荒らす、鹿やイノシシを仕掛けた罠で取るお仕事だよ。鉄砲を使う人もいるけど、管理が大変だから、おじさんは
罠専門なんだ。嬉しいことは何？獲物を取ると肉は食べられるし、役場で害獣駆除代をもらえることかな。辛いことは何？山奥で取れると重い荷物を背負って獣道を通って家まで帰るのが大変なんだ。家までガッツでおじさんを乗せてくれて、ちょうど玄関先でぼっくり死んでくれねえかなと思うね。そんなイノシシいないだろ。そんな自分が撃ったイノシシなのにまだ頑張って生きてて、家まではなんとか乗せてぼっくり。それと害獣駆除代をもらうためには、ここはやっぱり本物のおじさんには分かんないね。害獣駆除代をもらうためには獲物の耳を提出しなければいけないんだけど、悪いおじさんが耳だけ切って逃がすことがあって、耳切り取り済みの鹿を取った時には、へこむね。おじさんありがとうございました。そういうもんなんだね。なんかそういう、その、わかんないけど、その、美味しい美味しくないもあるだろうし、さっき言った持って帰るのが大変大変じゃないで言えば、耳さえ持ってけばお金もらえるからとなんだろうね。うわー、やだなー、なんかさ、想像して、丸坊主の鹿。もう相当嫌じゃない？すげえバランス悪くね。その鹿が、もう、森からニョキって現れた時の、丸坊主でつぶらな瞳で見られるのきつくね？なんか。へー。なんか俺らはそういう、害獣駆除隊とか知らないですからね。いいね、イノシシにまたがって、イノシシ、頸動脈が血をすげえ流しながら、こう帰ってきて、そこでバタっていう。お前、本当に、セルフなの、お前っていう。ねえ、ご苦労様です。ペンネーム、塗り壁青。高級アイスを左へ右へ、上へ下へ、中へ外へ、の巻。おじさんのお仕事は何？冷凍倉庫で主にアイスクリームの出荷の準備や在庫の整理をすることだよ。嬉しいことは何？たまに営業の人が新作のサンプルや配送時に破損したアイスをくれるんだ。普段は買えない高級アイスを食べられるのはとても嬉しいね。辛いことは何？高級なアイスには保存料などがあまり入っていないから、冷凍庫の温度がとても低く設定されてるんだ。大きい倉庫なら中で体を動かせる分まだマシなんだけど、高級アイスは一気に大量に売れるものじゃないから倉庫も小さい。だから6畳ぐらいのスペースでマイナス25度の風が吹く中、荷物を片付けるんだ。限界になったら詰め所のストーブに当たる。これがなんだか業務用の大型ストーブで超熱い。でまた冷凍倉庫で片付ける。でストーブ。これを繰り返していくと、寒く感じるのも暑く感じるのも異常に鈍感になるんだよ。そうなの？倉庫の中で汗をかき続けたり、帰りの車でどんなに暖房をかけても何も感じず、ただただフロントガラスが曇っていくのを見ていると、自分は壊れてしまったのではないかと怖くなるね。おじさんありがとうございました。これはね、この規模じゃないけどちょっとわかりますね。冷凍倉庫の煮出しやったことありますからね。もうなんかね、その僕の場合は大きなお肉屋さんの冷凍倉庫の中の整理をやったりとか、その昼間整理してお客さんがいっぱい来る時間にはロースターで鶏のもも肉を焼くっていうようになるわけ。そうすると昼間に冷えすぎてちょっとそのサーモスタットが壊れてるんだろうね。それでロースターの横にいると暑いはずなのによくわかんないんだよね。それで、軽くウィンドブレーカーが焦げる匂いがして初めて、あーって言う、あーってなって、その後多分、この聞いてるこの人とだけは共有できると思うけど、超かゆいんだよ。なんか、すーごいかゆい。なんか別に、暑いより先じゃん、かゆいが来るの絶対なのに、暑いはもうよくわかんないみたいな感じになってくんだよね。で、またね、体が動かせるところもよくわかんないのは、体は動いて暑いって判断してるのに、気温は寒いみたいなことで、なんかバカになってんだろうね。
なんかわかんないけど、汗が尋常じゃない量出てる、寒いのにみたいなことになったりしますからね。この気持ちちょっとわかりますね。続きまして、ペンネーム、風邪ひきパンダ。ワカメとソルトをぐるぐるの巻。おじさんのお仕事は何？ワカメの加工場で運ばれてきた大量のワカメをミキサー車のミキサー部分だけみたいな大きな機械の中に入れて大量の塩をぶち込んでぐるぐる回し続ける仕事だよ。特殊な仕事だな、おい。辛いことは何？一回につきミキサーの蓋を開けて30キロのコンテナに入ったワカメを5箱と塩を30キロ入れて5分回して底の部分を開いてドサッと落としてカゴに入れる。塩ワカメが2トン入ったら次のカゴ。もう規模がでかすぎてなんだかわからないんだよ。俺らも同じ気分だったもんね。すげえな。30キロのコンテナに入ったワカメを5箱と塩30キロってことだ。これだけで180キロぐらいのやつを、でっかいコンテナに入れて、何回か入れて2トンになったら次だよね。そらわかんない。嬉しいことは何？ワカメのいらない部分を何トンでもタダでもらえるね。でも使い道なんて味噌汁ぐらいだから、やっぱ時給がいいこと。おじさんありがとうございました。ワカメのいらない部分じゃん。ワカメのいらない部分を何トンという単位でもらえたとして嬉しくはないよね、おそらくね。だって塩ワカメ、塩をこう省いて戻して使うのなんて、たかが知れてるからね。トンでもらってもどうしようもないもんね。じゃあちょっと時節柄のやついこうかな。ラジオネーム台風256号。ブルでブルブル雪の中の巻。おじさんのお仕事は何？おじさんはブルドーザーを使って雪国のパチンコ屋さんやスーパーの駐車場に積もった雪を除雪する仕事をしている。嬉しいことは何？普段は工事現場で重機を動かしてるんだけど、おじさんの住んでるところは雪国だから冬は仕事が少ないんだよね。だから除雪の仕事が入ると助かるし、お店の人も喜ぶからやりがいがあるね。大変なことは何？人手が足りないせいで量的に無茶な仕事を依頼されることかな。田舎特有の野球場が丸々入るようなだだっ広いパチンコ店の駐車場に対しておじちゃんの小さいブルトーザー1台が割り当てられた時はクラッとするね。案の定処理するそばからどんどん降り積もっていってスタート地点に戻った時に最初と変わらない光景が広がってた時にはここは巨大なサイの河原だったのかと思って静かに目を閉じちゃうね。あ、本当に寝ると死んじゃうから2周目に入るよ。おじさんありがとうございました。まずはペンネームマラエモン。いらっしゃいませ。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。お帰りなさいませ。おい、てめえ勝手に入ってんじゃねえ。お帰りなさいませ。いらっしゃいませ。の巻。おじさんの仕事は何？深夜のビジネスホテルのフロントでこっそり入ってくるデリヘルのお姉さんを追い出す仕事だよ。だからいらっしゃいませ、お帰りなさいませ、お帰りなさいませ、お帰りなさいませ。おい、てめえ勝手に入ってんじゃねえよ。またかお前は。辛いことは何？ほとんどのお姉さんは声をかけただけで素直に出て行ってくれるんだけど、たまにものすごい剣幕で逆切れして暴れるお姉さんや、お姉さんを呼んだ客やデリヘルのドライバーがいるんだ。警察に通報するけど、おまわりさんが来てくれるまでの間他の仕事が何もできないよ。あと派手な格好の若い女性のお客様は判断が難しいね。本当のお客さんを間違って追い出そうとしてしまったり、まさかあの女が
手なのに入られて、近隣の部屋からエロ騒音のクレームが来た時も辛いんだね。嬉しいことは何？それでも長くやってるとデリヘルのお姉さんと若い女性客の見分けがつくようになってくることかな。冬なのに妙に薄着そういうのでわかるんだ。なるほど、妙に薄着だったり、雨なのに傘持ってなかったり、ずいぶんカバンが大きかったり、キャリーケースをキャリーバッグを引いてるのにフロントを見向きもしないのも怪しいね。あと真夜中に何日も先で人数や希望部屋種がはっきりしない不審な予約の電話が入ると、大抵同時にデリヘルのお姉さんも入ってくるんだ。デリヘルのスタッフがフロントを電話に引き付けておいて、その隙にってことなんだろうね。お勉強、おじさん勉強になるよ。他にもホテルの外まで宿泊客がデリヘルのお姉さんを迎えに行って一緒に入ろうとする人もいるけど、普通のカップルや夫婦、友達同士とは違う空気が二人の間にあるのがなんとなく見えるようになったね。そうそう、あと仕事帰りに早朝風俗に行ったら、夜中に追い出したばかりのデリヘルのお姉さんに当たった時はびっくりしたね。店舗型と派遣型を掛け持ちしてたとはね。気まずいのなんの、第3枚払ってひどいおざなりのプレイをされたよ。子供を相手子供をタンちゃんとベロ君に言ってんだから。何言ってんだよ、第3枚じゃないよ、おざなりとか言ってんじゃないよお前は。おじさんありがとうございました。しかもさ、嬉しいことの最後それで締めちゃダメだろって。俺もさ、怖くて読んだことないけど、どんな感じなのね、あ、どんな感じなのかね。確かに、ビジネスホテルは俺やたら泊まりますんで、ビジネスホテルって、フロントが2階だったりするんだよね。1階からエレベーター乗れるけど、フロントは2階で、で、必ず一気に部屋に戻ったとし、カードキーとかだとフロント行かなくていいから戻ったりとかするんで、もう、一旦その、フロントの前でドア開いたりするんだよね。それで俺多分あの人そうだと思うんだけど、俺の連れだと思われれば行けちゃうみたいなやり方を多分取られたことが二度ほどあるんだよね。それ空いてる時にすぐ横に立ってたら、それ一旦フロント前で空いても、俺の知り合いとになったりとかするじゃんか。で、あと、やっぱりその騒音でうるさかったりするせいなの、ホテルの人はこれをと、その絶対阻止するメリットって何なの？呼ぶお客さんがいるってことは、呼べた方がこのホテルに泊まれるみたいとか、まあそうか、でもそこをグルだって思われると、そのおまわりさんに怒られちゃったりとかするわけか。まあ、ちょっと難しいところだけどね。うわぁ、デルデルのお姉さん側からも聞きたいよね。ねえ、なんでちびっこに、おばさんは何の仕事じゃ、デリヘルのお姉さんだよっていうのもね、なんかと思いますけど、デリ、だいたいこのさ、ちびっこたちもさ、聞き手としてなってないのはさ、デリヘルって何って聞けよっていう話なんだけど。でも嫌だろうな。追い返したさ、デリヘルのお姉さんとさ、早朝の風俗行って会っちゃうっていうさ、それは嫌だろうね、さっき追い出されたっていう。で、しかもわかんないけどさ、その俺の想像する口論はさ、あれでしょ、デリヘルの人でしょ、ダメですよ、宿泊してないの入っちゃった。違う、友達が泊まってんだよ、あたいのなんて言っててね、そんなこと言ったってわかん、じゃあ警察呼びますか、他に融通が聞かないわね、じゃあねなんて帰ったりするわけでしょ。それで早朝行くじゃん。で、そのお姉さんいた時にさ、お前友達の云々の話どうするみたいなことにもなったりとかするよね。じゃあ続いていきます。ペンネーム、油身。本棚の隙間にぴったりはまったの巻。おじさんの仕事は何？図書館にある古い本や資料がボロボロになってしまったのを業者に出して表紙やカバーを付け直したり製本し直してもらうお仕事だよ。それが業者から戻ってきたのを番号順に本棚に戻すのもおじさんたちの仕事だ。書士、急に硬いよね。急に硬いね。急に硬い。別にビジネスホテルのフロントも硬いけどね。デリヘル関係の話してるから急に柔らかくなったんだけどね。嬉しいことは何？
製本し直された本が毎日どんどん戻ってくるんだ。だからこの先戻ってくる本の分を想定して隙間を空けながら書棚に戻す。ここには今業者に出している5巻から12巻の7冊が戻ってくるはずだから、厚さ ×7 でこれぐらい開けておかないと、とかね。これが全部の本を戻し終わってちょうどぴったり収まった時は達成感があるね、うん、辛いことは何？逆にほんの少しの読み違いで1冊分ずれてしまって次の隙間まで何千冊も移動なんてことになると地獄だよ。なんだかわかんないけど前5巻の第4巻だけ倍ぐらいある厚さのやつが返ってくるともう呆然だよ。ありそうだね。あと図書館の地下にある普段みんなが入れない書庫はスペースを有効活用するために大きな大きな本棚が電動でスライドするようになってるんだ。これあのラジオテレビ局のレコード室とか資料室もそうで、結局本棚が10個あって均等に間通路を開けちゃうとその分入らないから寄るようになってんだよね、うん、で、数千冊の本が入ったまま、動かせる。すごいパワーだから人が挟まれないように安全装置センサーがついてるんだけど、端っこの10センチぐらいはセンサーが効かないらしいんだ。一度そこに踏み台を置いたまま柵を動かしてしまったんだけど、踏み台がペシャンコの一枚の板になったのを見た時にはゾッとしたね。おじさんありがとうございました。俺覚えてんだ、あの日本放送でやった頃は日本放送の旧社屋のレコード室っていうのはなんかそのレコードがいっぱい入ってる棚がやっぱ何個もあってスライドするんだけど、スライドがその連動じゃなくてなんか大きなハンドルみたいなぐるぐる回すやつなんでね。で急いで探したりとかするからさ。で、行って、で、俺の、その、自分で探し、もう、下っ端だったし、その、エリーさんも手が離せなかったりするからさ。自分で探せに行ってさ、行って焦って、ここにあったはずだってぐるぐるって回してたら、もうって声が聞こえたりとかしてさ、誰か挟んじゃった。レコード室の野田さんって厳しい親父がいるんだけどさ、このおじさんをよく挟んじゃって、このおじさんが、もうそんなよくあったなぁ。ペンネーム、モリンガスさん。高級アクセがザラザラ、一袋2000万円の巻。おばさんの仕事は何？高級アクセサリーの店の在庫をチェックするお仕事だよ。倉庫の中でビニール袋に雑に入れられてる高級ブランドのリングやピアスの数を手元の在庫の表と照らし合わせてちゃんと数が合っているかどうかを数えるんだよ。辛いことは何？おばさんがまだ若かった頃に自分へのご褒美なんて言って買った指輪やおばさんの彼氏からのプレゼントのピアスなんかがビニール袋に200個とか山盛りに入ってるとなんかマカロニみたいな なんかマカロニの袋みたいに見えてきて何のありがたみもなくなって寂しくなるね。あと、在庫チェック表の入ってる端末には値段とか原価とかが書かれていて夢も希望もなくなるそうなんだよ。高級ブランドのものでも一旦どうでもいい袋に入ったりとかすんだよね。どうでもいい袋と別にあの高級ブランド特有のなんか宝石箱とは言わねえけどパカってやるパカってやるやつが別に来てさ、それをこう一個一個全部表に並べられるわけじゃないから出すじゃん。あれ見せんじゃねえよって思うよね。あの大して高級ブランドものを買うことはないけど、じゃあちょっと在庫出しますって言ってさ、下の引き出し開けた時のその入れ方見ちゃうとさ、あれっていうそのよくわかんないけどちっちゃいジップロックみたいのに入ってんのみたいな感じするよね。嬉しいことは何？毎日仕事前仕事後に空港のゲートでされるみたいに手持ちの金属探知機で全身をくまなく調べられるんだけど、何年かに一度盗難事件が起きて職場が騒然とするときはなんかワクワクするそこか何でもケツの穴にジュエリーを詰め込んで持ち出そうとした伝説の泥棒社員がいて、そいつアナルパンってあだ名がついたらしいありがとうございました。
今はすごい見て、なんかさ、人を見たら泥棒と思うよみたいな世の中だから、デパートの店員さんとかもすごいらしいね。なんか、うちの神さんの友達のデパートの店員さんは、デパートに持ってきていい手提げ袋が透明のやつみたいな。なんか俺らがプールの時に使ってたみたいな、あの透明の袋の中に入れて、その入り口でチェックしないと、中からかっぱらうやつが、わかん、店員とつるんでかっぱらうやつがいるっていう。今、あの、自分と同じ事務所のタレント名が出そうになったけど、もう許してやんなきゃダメだっていう。それに関してはもう許すべきだってちょっと思っちゃったからやめました。続きまして、ペンネーム、海吉。瓶がごと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 ガタごとガタごとごとごとガタごとパターンの巻。おじさんの仕事は何？ベルトコンベヤで大量に流れてくる瓶を見守って、もし倒れていたらそっと立てるお仕事だよ。いろんな仕事あんね。今だからこのさ、すごいそのオートマチックでいろんなものができる時代だけど、この兼ね合いだよね。兼ね合いでそういうセンサーを組み込んだ方が結果的に安くつくのか、結局早いスパンで新しい商品がどんどんできてくるから、そのオートメーションでできるセンサーみたいな専用で開発しちゃうと、やっぱ瓶の形変えますよとかなった時に、結局赤字になっちゃうから、じゃあ人でみたいな悲しい選択でそれが決まるからね。辛いことは何？一日に一本あるかないかの倒れた瓶のために、8時間も工場の片隅の段ボールを引いたゾーンに体育座りをして、ただただ流れている瓶を見ていると、なんか、こっちの心の中の大事なものが倒れてしまいそうだ。子供に言うんじゃねえよ。おじさん、子供にそんな悲しい表現使うんじゃねえよ。そんな、おじさんのことも、おじさんのことも、監視されているので、ごくごくたまーに、うとうとしちゃう。どこからも、どこからともなく、寝ないでくださいと注意される。なんか、瓶を監視するおじさんを監視するおじさんの、そのまた先にもずーっとおじさんがいるような変な世界観で、ゲボが出そうになるね。さすがに、4日間、一本も倒れなかった時には、ああ、自分の存在意義に疑問を感じて、もう無理です。もう無理ですって言ったこともあるよ。嬉しいことは何？数時間感心して、やっと倒れたピンをそっと立て直した時の充実感としたらな。ありがとうございました。いや、これもさ、難しいところで賛否両論あると思うんだけどさ、その、まあ、人間甘やかすと甘えていくっていうこともあるけど、たまに議論になるのは、コンビニもういっぱい仕事があるのにサボんなダメだよ。だけど、コンビニの店員さんが本当に自分がやんなきゃいけない仕出しとか棚卸しとか、その賞味期限チェックとか全部掃除とか全部終わった上で一人もお客さんがいなかった時に座っちゃダメ、座ってちゃダメかっていうことと、もっと言うと、まあ難しいんだけどね、自分で買って漫画読んじゃダメ、このそのなん座ってもダメっていう人もいますよ。もしては店長さんなんかそれはダメだっていう人多いですよね。座ってもダメだっていう人と、まあ、漫画はダメだっていう人も、まあ、その、いるでしょう。で、さらには、売り物の漫画読んじゃうやつもいるじゃん。それはなんか俺もダメな気がするんだけど、なんかそこのところ難しいんだよね。この、まあ、瓶をずっと見てなきゃ、瓶が倒れてない。例えばこの時に音楽聞いちゃダメ、ラジオ聞いちゃダメ、うわ、難しいと思う。で、それが、なんか、うまく、ペナルティーとのバランスみたいなのが組めたら、俺はそれはそれでいい仕事なんじゃねえのみたいな。例えばさ、テレフォンセンター、俺のその若手のバイトのやつ、芸人のやつで、なんかテレフォンセンターみたいなバイトやってんだけど、そこもやっぱ十何時間全く電話かかってこない時もあるんだよ。特殊なテレフォンセンターだから。
ほいで来たら、その、チャート表みたいな質問の種類を分けていって、で、その、この、その、よくある Q&A みたいなところに当てはまればそれを答えるし、当てはまんなかった時には、もう一個先の専門職のいるテレフォンセンターに回すみたいな仕事なんだって。でもそこがさ、やっぱりさ、漫画読んでちゃダメだけど、漫画も読まずにならない電話待つのきついじゃん。俺がそこを経営してたら、トゥルルっていうのを2コール以上待ったって記録が残った場合に、時給を思いっきり下げるし、ましてや取らなかったってことがあった場合に、罰金すら取るけど、俺は漫画読んでいいような気がするんだよね。でもその人の話を聞いてゾッとするのは、そいつの話を聞いてゾッとするのは、そのさ、お前が何にも来ないのを待ち続けるのが超きついって言ってるバイトの先に、さらにお前のその関門で大体のことがクリアされて、されない時のやつ待ってる人いるんだよねって言うと、それもすごい。何にもしないのも結構きついよね。で、そういう会社の人が、で、これもさ、頭のいいやつはこき使おうとするから、それも嫌なんだけど、そのバイト掛け持ちしちゃダメなのかね、花作るのと造花作るのと。でこれ嫌なのは、このアイデアをこき使う側っていうのは本当にこき使うから、同じ時給のまあ造花作らせようとするじゃん。それはもうわかんねえけど嫌だ。それはすげえ嫌なんだけど、なんかそのもう時給低い代わりに、頻度少ない代わりに、やってていいことねはこうあってほしいような、このさ、なんだろうね、自分楽なら楽なほどいいかっていうと、楽は楽じゃないって、こういうの小学生に言っても絶対わかんないよね。小学生におじさんの仕事で辛いことは何言ったら、おじさんの心の中の大事なものがね、倒れちゃうんだよ。ちなみに子供の、ああ、はい。